ていうツッコミを持ってたの、待ってたんですよ。ほんと自分でなんかバカなとこでボケたっていう。言っちゃったっていう。秋葉原ね。そう、秋葉原って言っちゃったっていう。いや、使ってよ。そんな私たちは秋葉原とどこで。ごめんなさい。はい、私たちは皆さん仮面女子候補生というユニットでも活動しておりまして、秋葉原駅から徒歩数分のところにある仮面女子カフェにていつも毎日ライブをしております。そこで10月6日の一部公演にセイラサリオの生誕祭がございます。皆さんぜひ来てください。お願いします。お願いします。女子候補生として、不定期に金曜日にここ立川あれあれやつラーメンスクエアでドリームアイドルエアというライブを行っております。来週のあれあれやは10月の12日の金曜日です。そしてその日はなんと桑田リルちゃんの誕生日です。皆さんたくさんね紫を持って応援しに来てください。待ってます。そうリルちゃん何歳になるの。え、4だね。あ、リルちゃん今年はね、24か、え、23ですよ。今22か、22です。あんま変わんないよね、そんなね。変わりますよ、一切は変わるんです。この1年でよくわかりましたよ。来週の金曜日にはもう23歳になるの。そうですよ。おお、同い年。あ、そうです、そうです、そうです、そうなんだ。同い年になるの。そうなんだ。そうなんですよ。あのさ、そう、リルちゃんのさ、お誕生日もさ、来週あるんだけどさ、はい、今はさ、もう秋ということでさ、このラーメンスクエア内の今ある5店舗さんがさ、秋メニューを出しているじゃない。そう、素晴らしい。そうなんですよ。みんな見たチラシ。そう、横断ヌードルって書いてるやつですよね。あれ、あそこにポスター貼ってあるの。そう、そこに書いてね。あ、そうだよね。どこの店舗でもね、あの秋メニューっていうのがやってるらしいから、みんな絶対今日は秋メニュー食べて帰ってください。はい。そう、あと最後にさ、はい、あの私たち物販終わった後にさ、そのこの中で使えるさ、ラーメンのトッピング無料券をかけたじゃんけん大会があるじゃない。はいはい。そのじゃんけんに勝つとね、なんとトッピング無料券がタダでもらえちゃうので、はい、皆さん最後まで残って私たちと一緒に楽しんでいきましょう。はい。次行こうよ。行こうよ。行こうよ。行こう。次行こう。見てないの。見てないの。行っちゃいます。それでは聞いてください。あれあれあん秋メニューやってるよ。朝からなんだかとってもどんより変わった天気のせいかしら、一人でいたんじゃ余計に落ち込みそう。
Let's go!
Yeah!
4文字あ仮面女子とカタカナでアレアガールとつぶやいてみてください。私たちが全員で遊びに行っちゃいます。行っちゃいます。はい、今週の土曜日はねサリアちゃんの生誕祭もあるということなので、はい、よかったら劇場も遊びに来てください。お願いします。はい、この後物販があるんですけれども物販は撮影 NG なのでご了承ください。それでは以上私たちアレアガールでした。ありがとうございました。やっぱアレアガールだね。